借りようか、うん、え、これ何分オールアップだっけ、ね、45。お疲れ様です。こんにちは。今日私がいただくのはすいませんね、お寿司です。お寿司です。お寿司です。テンションが上がりますね。お寿司そんな出ないからいただきます。ペンライトありがとうございます。ギフト3つ。メンバーはね、お寿司食べれないメンバーが多いから。お疲れ、かわいい、ありがとう。こちらとありがとう。私はお寿司大好きなの。基本的に結構何でも大好きなので、何でも食べますよ。元気、キノコ以外何でも食べるから。え、何、なんかシミがついてんだけど。何、え、貴様何、まだ醤油開けてないの。なんで醤油のシミがついてんだよ。しゃべんな。なんでだよ、お前。いただきます。昨日はこれはね、共通点があるので見つけてください。頑張って、今日の公演で頑張って見つけてください。この感じだと今醤油まみれなんだけど、なんで下手なんかけんの。いただきます。いただきます。それ隣が田中はレアですよ。もういつも見ひなやから。確かにレア。順番があるわけです。私はこれお寿司を食べるのに、まずイカ、ヘルコーン飛んだ。マジで飛んだ。ほんまにショックやねんけど。だってあの南原ちゃんのお二人にもずっとあの練習聞いてもらって、弥生にも聞いてもらって、一人でずっと DMM 流しながらタコやってたのに飛びました。すいません。コンビ名はここ。タモと魚か。なんやろな。まあ雪りさが一番な。うん。うん。あ、美味しい。あ、なんか米そんな好きじゃないけど、やっぱりお寿司の米は格別にいいね。うん。じゃあ次エビ。たまに卵を先に乗せて。うん。田中もと。リサッキー。無理やり。ラッキー。ヒルヨルだね。同期がいるので心強いです。もうね、同期がいないヒルヨルは。キューって。確かに。うん。なんか。普段同期がたくさんいるのに寝ちゃったらさ、うん、同期がいないこと苦しさ。確かに。わかるで。あ、はい。またぎの時とかめっちゃ自分が弱く感じる。うん。なんかもう周りが圧倒的すぎて、うん、自分だってもちろん頑張るけど、うんって感じ。エビが一番好き。いくらが好きやけど、ない。ない。確かに。ないか。その次にサーモンが好き。サーモンあったくない？うん。残してる大事に。一番最後だめ。なんか英語が最近お寿司よくできるよねって。そうなん？普通では出ませんんだけど。What is the world are you to doing? 何を in the world、 この世界、この世界で何をしたいですか？え I went to London。 はい。はい。合ってんのこれ。どうなんでしょう。
え、だからだって世界でこの世界で何をしたいですか。私はロンドンに行きたい。I want to go to London? I went to London? レントは行っただから I want to go to London だな。ここだから。いやー、わかんないですね。わからへん。ロンドンはシャーロック・ホームズの像があって、そこと写真撮りたい。クマン君がね、ロンドン行ってるのね。トゥーロンドン Yes, yes. Oh, yes, yes. Oh, yes, yes.うん、この辺の英語なんてない。ジェスチャーと Yes と No とな、 I, You ぐらい投げさすから、あと数字10個入れたらいけるから。この人な、理科のやつやってないんだ。なんてなんて、理科やってないやろ、まだん理科のワーク、アホの罰ゲーム。あ、うん、しかも去年やろ、もう中3のやつやろ、中2のやつやっけ、中3か。もうそろそろなんか代わりにやる時が来る気がする。やってよ。でも半分まで進んだよ。あ、そうなの、うん、やってるんや、一応な。うん、ハンドしたバスゲームでびっくりした、なんか。それな、ケツバットを定めたから、うん、なんか語尾もな、本3つやで、うん、漫画買ったのに、漫画買って、はい、通り目の今欲しいものは、うん、通り目の、うん、ファンブック。なんて全然聞いてへんかった。なんで言ったよ。通り目のファンブックが欲しい。あ、ファンブック、うん、手に行く。頑張って買い、うん、うん、パイだった、パイだと思う。あ、全然ハマってた。うん、私は大体人から話しかけてないから、別に聞いてって思って話しないから、別にいいんですよ。確かに無視してても、うん、いつまでも、うん、喋り続けるからね。逆になんか無視して無視、今からめっちゃ喋るけど無視してなって言いながら喋ってくる。無視してなって言ってバーッと。すごいよな、ほんまに尊敬されました。そんな喋られへんもん言ってもう思うままに、かっこいい、推しがかっこいい、かわいい、好きっていうことを永遠されてる。そんなにね、没頭できるものがあっていいね。いいよ、幸せだよ、なんかね、推しがかっこいいってだけで生きていけるんだよ。単純でしょ。すごいな、いいな、うん、ね、うん、推しを作り、いいよ、幸せだよ、生きてて、できるかな、生きてて幸せだよ、なんでもいいと思う、でも推しは鳥、うん、いいんじゃない。でも、もうツイッターとかでね、鳥が出てきてさ、鳥って調べてさ、可愛い鳥が出てきたらさ、それだけで多分生きていけるんだよ。うん、まあ生きていける、私は生きてるから。今三谷くんがかっこいい、キットがかっこいいってだけで私は、まあ、生きてるから。充実。いい ね、 ね、推しがいるとやっぱ幸せだよね。なんか推しがいない生活とかよくわかんないもん。なんか保育園から推しがいたからさ、推しがいない生活を覚えてないんですよ。わかんない、推しがい、推しがいない人生ってどうなんだろう、ね、すごいな、そんな、うん、ちっちゃい頃から。あ、そういう感じ。ありがとうございます。え、なんか3つどうでもいい話じゃないけどさ、呪術廻戦のさ、知らんって。呪術廻戦のアニメ見てないんですけど、初めて2期のオープニング見てんやんか、うん、悟るイケメンすぎてびっくりした。そうなの、何、え、イケメンなんだけどと思って、なんだよなんだよと思って、高校生かよ、あれで高1、違う高2か。マジでさ、アニメのキャラの年齢めっちゃ言うよな。モバイル会員の方が気にならんくない、そんな。え、めっちゃ気になる。なんかその中3っていう立場で同い年とかが出てくるわけじゃん、うん、もうそんな考えちゃう、緊急。なんで？なんで？だって年齢変わらんやん。だからこそだよ。このこっちが変わっていく中、うん、相手は変わらないわけじゃん。なんかそれになんかすごい2次元と3次元の差を感じるよね。はいはい、ああ、それがいいん？うん。ああね。なるほどね。
2次元にも3次元にも推しを作ったら、うん、3次元は同い年になることないじゃん。ずっと上にだったら推しも上になって、ね、どんどんこうなっていくけど、推しはこうなってね、いくかね、私の方が私になって入り違うんだな。確かに確かに。の2次元のキャラクターはお話の中ではその年でも今も生きてるから、今も生きてるからきっとその、ね、キャラクターのどこかの世界の端で年齢をとって生きてるのだと信じて、そしたらそう考えたらさ、何年生まれてあるじゃんキャラクターにも。だからそう考えたらまあ幸せなんだよ。そうだよ、それだって最初はコナン君より年下だったもん。なんだでも 2.5 次元はそんな好きじゃないっていうまさかの、なんでなんかね、いろいろありまして買ってきてくれたの、うん、1個ちょうだい、え、ゆきのみちゃうとこれ買ってきてくれたね、マネージャーさんが買ってきてくれた、買ってきてくれた、買ってきてくれたっていうか、なんか撮影で いるから買ってきてくれたんじゃないやんって買ってきはった、撮影用に買ってきてくれはった。靴は私履いてないわ。ガッハーって言わないの。私は私の今のモチベは、あの受験のモチベは高校生になるやん、高校生のキャラクターたちと、高校生の子たちがおるやん、高校生のキャラクターがおるやん、キッズとかめっちゃ賢い高校行ってんねん、めっちゃ賢いから賢い高校行ってね、だから頑張って賢い高校行って、なんかその概念だけでもキャラクターに近づきたいっていう思いを胸に勉強してる。そうなん、頑張る。でも私ちふえとときみちゅうで楽しみになっちゃったし、でもでも通り目のいいところはあのタイムリープするから同い年にも年上にもなれるっていうこのいいところ。キモッ、上でやった、あんな上の裏言うやろ、アニメ直しってめっちゃよくない、だってめっちゃいいよ、一生生きてんねん、え、そうやで死なないし、けど、死ぬやろ、死なない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 、心の中で生きてるから。そんな引退しない、引退しない、卒業しない。え、だってさ、聞いて、あのさ YouTube でさ、うん、例えば配信されるとするやんか、うん、で前半生きてて後半死んだとしても前半のやつ見返したら別に生きてるやんか。それで僕わかんない死んだの死んだんや死んでない死んでない、心の中に生き続けてるし、真のキャラクターって結構その進んだ後にそのキャラでは A っていうキャラクターが死んだとしても、その次その後の話でその主人公の心に結構 A っていうのが出てくるの、回想の時にああみたいな、怖い彼が恋人だから私も頑張るんだみたいなことが結構言い当たるから、主人公がだから生きてんね、言ってはるから生きてんね、生きてる生きてる。え、じゃあさ、記憶消してもう一回見たい漫画何？第1、ヤクデバ、ヤクデバ1回なんか進撃の巨人、ヤクデバと、何やったっけ、私は何も知らないんです、ヤクデバめっちゃおもろいから見てみる、記憶消して読みたい、東京グル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 は、え、東京グルは記憶消したい、あの RE まだ読んでないからわかんないけど、 RE まだ読んでない、 RE を読んで、読んでから記憶消してもう一回みたい、確かに RE がやっぱり持ってんねん、ひな前回なんか読んでよくわかんなかった、 RE の最終巻めっちゃ分厚い、うん、私は今ガチで東京グールは記憶消してみたい、最初の方がめっちゃおもろくない、え、なんか最初の方はすごい純粋になんか主人公の葛藤が描かれてて、ああ、どうなっていくんだろうと思ったらどん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 早ーってなってます、なんて？とてつもなく辛い。なんで辛いの？推しがいるんだよ。推しは尊いよってお話ですよ。うん、この場から逃げ出したいからちょっと順位もね。13位の話。ああ、そうなん。ちょっと雪の中でも終わったからね。でもなんで雪の中ナンバーワンやな。12位、稲地さん、ありがとうございます。11位、ジョーさん、ありがとうございます。10位ビョンヌクさん、ありがとうございます。9位ハチミツさん、ありがとうございます。8位ジンちゃん、ありがとうございます。7位チカラくん、ありがとうございます。6位犬の気持ちさん、ありがとうございます。5位ムーンガーの方、ありがとうございます。4位ツーヨさん、ありがとうございます。タコピーの現在、3位バリさん、ありがとうございます。バリさん、ありがとうございます。1位ダッサン、ありがとうございます。うちやけど感動マリソン、なんかそういううちにやんない、なんかマジで単純にバトルをしてほしいけど、魔法少女サイト読んだよ、絶対に殺すって決めてるの。
あ、知ってる知ってる、そのセリフだけ知ってる。めっちゃ怖いこと言うよ。チェンソーマン、チェンソーマン、ガチでみんな呼んで。放送のセリフ、うつのアニメやけどおもろいから。またね、こちらもランキングもしていただきます。バイバイして。バイバイ。ミヒナの手を利用して、こちらもランキングを見せていただきます。はい、13位の方、コウさん、ありがとうございます。こちら12位の方、あゆたろうさん、ありがとうございます。11位の方、おぎおぎさん、ありがとうございます。10位の方、いぬさん、ありがとうございます。9位の方、あみさん、ありがとうございます。8位の方、なわて、ありがとうございます。7位の方、かるちゃんさん、ありがとうございます。6位の方、柳さん、ありがとうございます。5位の方、のぶたろうさん、言いたくなる、昼公演楽しかった、ありがとうございます。4位の方、ケイヌさん、ありがとうございます。3位の方、ツラさん、ありがとうございます。2位の方、シムさん、ありがとうございます。そんなやってないし、第1位はジンくん、夜公演あれで嬉しい、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。まーす、100回おめでとう。あったー、もうすぐ追いつくよ。100回公演頑張ってきます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。またね。